本棚やのに本が入らん。100日後にかっこいい部屋を作る人です。20日目今日は狭い部屋に行き場をなくしているこの本たちを助けたいという一心で、僕は立ち上がった。そもそも座れる椅子もないけど。ってことで早速届いてくれてる本棚を作っていく。今回僕に選んでもらった本棚がイメージはこんな感じで、結構本入りそう。これであの本たちを助けれるわ。ここで本気を見せるためにカチューシャを装着。カチューシャやのに職人さんが作る鉢巻きに見えるわ。ようやく出来上がったんがこれなんやけど、かっこいいじゃん。早速本を入れていこうと思ったら、いや本が入る高さじゃないんよな。もう積むしかないやんと思って積んだんやけど、これは本棚って言うんか、本置き、いや本積み。そんな本積みが完成したところで、あれこんなところに本積みがもう一個あるぞってことで、よく見たらこれ2個セットやったらしい。この狭い部屋に本積み2個もいらんのよな。一人暮らしで本棚1個余ることないやろ。全体的にはこんな感じで、左から壊れた椅子、本積み2個、僕が発明したスタンドデスク、壊れそうになった机、1個1個思い出が詰まりすぎてる。次回よくこれで僕の身は外部から守られる。